グラスゴーのアーガイル通りから見た博物館センターホールケルビングローブ美術館博物館はスコットランドのグラスゴーにある美術館博物館である街の生誕であるケルビン川岸のアーガイル通りにありケルビングローブ公園に隣接しておりグラスゴー大学の近郊に位置する建物にはヨーロッパの芸術品が収蔵されている2003年から一時閉鎖の後 エリザベス2世によって2006年7月11日に再開された。一新事業では現在展示されている8000の展示物に対応するために大規模な地下拡張が行われた。再開以降、スコットランドで最も訪問客が多い無料の博物館となっている。ケルビングローブの建設はケルビングローブ公園で1888年に 開催された万国博覧会の収益により行われた。美術館は、ジョン・ウィリアム・シンプソンと E.J. ミルナーレンによって設計され、1901年にグラスゴー万国博覧会が開かれるために、美術品を多く抑えたため同年に開かれた。それは、ジョージ・フランプトンやフランシス・ダーウェント・ウッドなど著名な彫刻家たちによって、赤砂岩を使うグラスゴーの伝統に従って、 スペインのバロック風に作られている。センターホールの目玉は、ルイス &COO によって設置された巨大なパイプオルガンである。グラス号には、この建設物については、続説が伝わっていて、前と後ろを間違えて建ててしまい、その間違いに建築家が気づいて、塔の上から飛び降りを行ったと言われている。この話は事実ではない。この博物館の所蔵品は、ある時には、 グラスゴーのマクレラン美術館から、他には古いケルビングローブハウス博物館から移された。世界の武器や防具の最高なコレクションや広大な自然史の所蔵品がある。芸術品では巨匠やフランスの印象派、オランダのルネサンス、スコティッシュカラリストやグラスゴー派の美術作品など多くのヨーロッパの美術品が所蔵されている。博物館には サルバドールダリのサンファンデラクルスのキリストが所蔵されている。この絵画の著作権はダリ自身との会談の末、当時の博物館の管理者によって購入された。1993年から2006年の間、絵画は聖マンゴー宗教博物館に移されていた。ありがとうございます。